はい、今日もアメ細工やっていきたいと思うんですけども、今日は、緑のリボンということで、まあ、緑といえば、ミント、あとはテレビの電源がついた時の色、それとあとは不思議花。始まるよ。はい、必要なものはハサミ、スケッパー、食紅、温度計、バーナー、布手袋、ゴム手袋、アメランプ、シルパッド、ジョジョ。配合はグラニュー糖 200g、 水飴 50g、 水 50g です。リボンに使う飴は少し柔らかい方が作業がしやすいので、165度で流していきます。飴の引き方は前回の動画で説明させていただいたので省略しますが、流したらすぐに触らずに少し置きます。引いた白の飴、引いた緑の飴、引いてない透き通った緑の飴を使います。この3色の飴を長さと太さが同じになるように転がして伸ばしていきます。好きな順番で飴を重ねてくっつけて模様を作っていきます。白という明るい色と引いてない緑という濃い色を隣り合わせることで色のコントラストが生まれて、引いた後もくっきりした模様に見えます。ある程度伸ばしたら半分にカットして真ん中をつなげてまた引っ張っていきます。引っ張る時に端から端までが同じ太さになるようにやっていくと無駄が出ません。ここからもう一回重ねるパターンもありますが、今回は線を太くくっきりさせたいのでここで終了します。分厚くした方が頑丈になるので、ここで一度折りたたんでから引っ張っていきます。手の温度は飴にとっては冷たいので、手で熱いところを触って全体を均一な温度にしてまっすぐ引っ張れるように調節していきます。できるだけ長い距離を一気に引っ張った方がツヤが出るので、ギリギリまで手で温度を調節して一気に引いていきます。台の上に平らに広げます。明日バーナーでスケッパーを熱して全て同じサイズにカットしていきます。スケッパーについてしまった飴は濡れた布巾で拭き取ります。スケッパーがなければ包丁でも大丈夫です。9本あれば1つのリボンが作れます。飴ランプで熱してギリギリ曲げれるぐらいの硬さで曲げていきます。1つを曲げてる間に下で何本か温めておくと作業が早いです。温めすぎるとツヤがなくなってしまうので、ギリギリを狙いましょう。余った飴で丸い土台を作って、そこにパーツをくっつけていきます。まず5つのパーツをつけていくのですが、5つのパーツで綺麗な正五角形ができるように注意してつけていきます。根元をしっかりと炙って壊れにくいようにべっとりとつけていきます。
内側のラインで正五角形を作るイメージです。2段目は3つのパーツを使って正三角形を作っていきます。内側のラインで正三角形ができています。あとは真ん中にもう一つをぶっ込めば完成です。余った飴を周りにつければ動きを出すこともできます。最初からいろんな色でやるのは難しいので、1回目は単色で練習したらいいかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。